はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、こちらの唐辛子バルジャミングさんにお邪魔しております。こちらのお店は辛いメニューで有名な赤いつぼさんの、もともとね店長さんをやられた方が新規にね今年オープンしたお店みたいでして、今日はそちらのお店に突撃しに参りました。で、今日はね特別ゲストいらっしゃいます。よっと、くらー、見えない。見えるかな。お腹が空いたらモンスターの人です。お願いします。よろしくお願いします。ロシアン佐藤です。はい、もともとねデカ盛りとかを行こうって話はしたんですけど、2人ともね辛いものが好きなので、そうなんだよ、ね、今日はねこちらのお店に突撃してきた次第でございます。私、はい、マスクも黒いから何も見えんね、本当に私だよ。ということで、もうね席の方は予約してありますんで、はい、早速ね好きなもの頼んで、好きなように今日は食べていきましょう。映った。映った。はい、ということで、ただいまね店内の方入ってまいりました、はい、ということで、さっき店頭を見てたらなんかいろんなメニューあるみたいで、うん、すごい美味しそうだった。でしかも辛さも料理によって結構段階が分かれてて、うん、辛くもできるし辛くなくもできたりするみたいなんで、うんうん、辛いの苦手な人から好きな人までね楽しめるお店みたいなんで、うん、ちょっと今日はもう好きなだけメニュー見て食べたいものを頼みましょう。やったー。これ1ページ目が火鍋ですかね。薬膳と唐辛子火鍋だって。やっぱり火鍋は推しですか。一番人気ですね。一番人気、頼みましょう。頼みましょう。これは食べたい。でもめっちゃ美味しそうだもん。チャレンジメニューみたいですね。あ、本当だ。他の料理は1から4とか5の辛さで何か選べてるんですけど、チャレンジメニューに関しては 8本8本でございます。あとで体調見ながら食べれたら食べましょう。オッケー。はい、いや、すみません、注文お願いします。火鍋、火鍋、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今年でホタテのピリ辛、美味しそう。とりあえず乾杯しましょう。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。よいサラダをまた来たー。ありがとうございます。ジャミングサラダです。ありがとうございます。ありがとうございます。いいでえ、これ食べてもいい？ちょっと食べましょう。いただきます。いただきます。うん、うまい、うまい、うまい。でももう甘い、ちょっとだけ辛い。うん、甘い、うん、うまい、うまい。ちょっと飲みすぎちゃうな、これ。お酒は進むね、うん、私米食いたってなる。確かに米食いたって。酒じゃなくて米でも混ぜてもいい？これ今さっき食べたけど、はい、これぐらい甘辛ぐらいな感じなんですね、うん、もうもりもりいける。あ、おいしい、うん、もうこれ何でもお酒進むくない？うん、もうない。うん、2杯目ですか、僕。うん、いって、あります。あ、いや、それかわいい。甘みが強そうな、うん、トマト。あ、はい、あ、おいしそう。ありがとうございます。ちょっと枝豆気になったよ、あったかいうちに。うまうまうまあったかい枝豆ってなんでこんなうまいですかね、うん、あとガーリックめちゃめちゃ効いてる。あ、枝豆うまいね。ガーリック最高、うん、ちょっとヤンニョム食べたい。私ヤンニョム食べましょうか。まあうまそう、これいただきます。なんかうまい。美味しい。最初甘くて、後でこうじわじわじわっと辛くなってきて、ちょっと顔があったかいです、私。これビールですね。メインとかまだ来てないですけど、3杯目いいですか。すいません。いや、進んじゃうな、これ。ご飯食べた。
もう頼みましょうよ、ライスとしたら。私もうご飯が食べたくなる。ありがとうございます。ありがとうございます。これうまいな。うまい。バケツいっぱい食べた。バケツいっぱい。そのぐらいの。あ、じゃあチヂミいただきます。チヂミいただきます。うまい。チヂミがめちゃ美味しい。ふわふわしてる。すごい。何これ、うまい。ふわふわで軽いし、しかもトロトロしてる。うん、トロトロしてる。こんなチヂミ初めて食べる。はい、ありがとうございます。いただきます。今カメラ今日4台回してるじゃないですか。今日ここ1回も使ってない。ねえ、あるじゃん。もうあの撮れるじゃん、これ。メニューをこうやってやろうとしてたんですけど。ずっとこれで撮ってる。1回も使ってない。あ、はい。はい。うまからも。あ、で使ってみよう。買おうよ。買おう。ずっと回してるもん。使おう。これステーキちゃんでございます。見えるかな。じゃちょっと早速ステーキを。いただきます。スーパーバイザーがついてるもんな。うん。ちょっと辛い。ちょっと辛い。うん。でもベースはあの本当オニオン。あ、うまい。火鍋が今到着いたしましたんで。ハバネロ、ハラペーニョ、コンゴ。コンゴって言ったよ。コンゴ。パイタンと唐辛子がいっぱい。これだいぶだね、こっちが。これだいぶですね。パイタン先に行かせてもらう。こう見た目もね、そんな辛そうでもない感じですね、うんうん、これはもう本当に真っ白、うん、じゃん。早速、はい、いただきます。同じ味をしてくれる。食べた。めっちゃ味しっかり。しっかりしてる、うん、これ唐辛子めっちゃうまい。パイタンもめっちゃ出汁が効いとって美味しい。食べよう食べよう。ごちそうじゃん。でかいな。ハラペーニョはいけるよ。ハラペーニョは全然大丈夫だと思う。ハラペーニョと一緒に。確かに。こんな感じでハラペーニョと一緒に。あ、でも全然辛い。まあ単体をね、うん、辛いは辛いかよ。辛いは辛いですね。でも全然美味しい辛さです。ピーマンかなみたいに見える見た目は。あ、うん、今日一辛い。今日一辛い。今日一辛い。やばそう。単体はやめた方がいいんじゃん。お野菜ハバネロと、でも絶対嘘。生丸ごとハバネロ食べることなんかないよ。 まずないですね。香りがすごい。香りはすごいですね。そうそう。でそんなんでもないですよね。やっぱりうまい。いや、そううまい。このエビを。エビめちゃめちゃ美味しそう、うん。エビうまい。ちょっと冷めてから食べたい。最後のこの3種類の中でも一番辛いって言われるコンゴ。でも匂いはやっぱりそのツンとくる感じでは。でもなんか香りはハバネロ系、うん、ちょっとコンゴいっちゃいましょうか。いきます。はい、いただきます。そうだね、そうだね。辛さで言うとでもそんなに、まあ、うちらだと食べれんことはない。はい、ということで今ね頼んだメニューの中でも辛いツートップのメニューが到着しました。しました。はい、ちょっとあの辛
くない方の卵から食べてみよう。辛いなんて辛いんだけど、ね、見た目は多分そんなでもないですね。中に唐辛子というか何かが多分入ってる感じ。あ、なんかでも匂いは辛い辛いものの匂いするね、うん、いただきます。あ、でも後で来る。確かに辛く感じますけど、え、美味しくないですか。美味しい。いける。いける。いける。チヂミって言います。うん。いく。いや、でも匂いはめちゃめちゃ香ばしいピザの匂い。うん、チーズの匂い。でも見て、ピンク。あ、めっちゃピンク。それやばそう。やばそうやばそう。めっちゃピンク。カメラ越しわかるかな。透けてるよ。透けてるピンク。ちょっとこれ食べましょうか、うん、いただきます。うまっ。え、これ美味しすぎて辛いの感じる前に飲んじゃうやつだ。待って、美味しいこれ美味しい。うまっ。あ、来た。美味しそう。ただ美味しそう。うわえ、これ半分。でもハンバーグも美味しそうだった。うわふわ。これなんだ、ソースが辛いのかな。ソースもあんまり辛みはどうなんだろう。想像ができないですけど、色的に。あと、まあ好みでガーリック、はい、ライスを切っていただいて。了解です。はい、これが煙獄のハンバーグでございます。いただきましょうか。はい、私たちは1本2本やってもくれるじゃん。あの人5、6本抜けてないと思う。うまい。うまい。うまい。お肉は多分肉汁も多くて甘い分、この唐辛子の苦味があるからアクセントになって後味は綺麗ですし、うん、この量だったら私全然食べ始めた、入れた時よりもやっぱ喋ってた後の方がだんだん辛みはきますけど、そこまで全然ガッツリお肉の味。ただ僕あのサービスでつけてくれた こっちが怖くて、唐辛子の方が。海南イエローランタン。イエローランタン。じゃあちょっとこれいただきます。あ、でも汗めっちゃかく。あ、でもあ、でもこれだいぶあとずっと辛い。ずっと辛い。じゃあ続いてこのもう一個の唐辛子を。それ辛いよ。こっちの辛い。ピタルゴロクサ。いや、なんかあれですね、多分ちょっとバカになっててあんま分かんない。むしろ甘いなぐらいな感覚。これでもこれももうここがずっと痛いのよ、うん、ベロじゃなくてもうここがあの引きずる。すごい引きずる。ずっとここに引きずってなくならないですね。これ辛さが引かないもん。悪魔のガーリックライス。あ、そうだよ。後がずっと辛い。もうずっと辛い。なんかずっと辛い。嘘。ずっと辛い。ガーリックライスでございます。うまい。うまい。え、普通にゆっくり食べてもうまいぐらいの辛みじゃないですか。チャレンジメニューだってほどじゃない。あ、うん、そう、なんかその美味しいところの辛いのうちには入ってる、うん、で僕ガーリックライス行っていいって食べて。やっぱラス強いよ。うん、大好き。完食でございます。甘いもはや甘い。もはやこれは汗出る。本当に辛いこれは辛い。いや、でもうま辛ですね、うん、はい、ということで、ただいまねロシアンさんと一緒に
締められない。申し訳ない。ダメージがすごいね、やっぱ最後の。食べられないほどのあれじゃないんだけど、やっぱ辛いんだねって感じ。発汗作用はすごいですね。そう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 。ということでね、改めて、品川区の大森駅の近くにございます唐辛子バルジャミングさんで、ロシアンさんと一緒にね、いろんな辛いものからチャレンジメニューのものも含めて全ていただいてきました。チヂミが食べたい。またチヂミ、あの二次会で食べましょう。ここから今回頼んだメニュー以外にも、店頭の前に出ている黒板のメニューとかレギュラーのメニュー以外にも、お店に来てみてね、あの気になるメニューがあったら食べてみてください。で、まあ、前回3月にコラボした動画とかも含めて、ロシアンさんの、ね、動画の方でももちろん自宅で作ってたりとか、いろんな美味しいメニューたくさん動画で紹介しておりますので、概要欄に記載 の、 お腹がついたらモンスターの方にもぜひ足を運んでね、動画の方を視聴してみてください、はい、お腹がすいたらモンスター。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。おおすげえこれ、おおやばいよこれ。死にたがりだよ。